宇野美沙子さん、スカイハイさんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なるほど。前のあのカメラで撮られてる方々はファンの方ではないんですか？はい、そうですね。でもブラックコーデの方はきっとそうでしょうね。やっぱり多いですよね。多いですよね。イエイエイイエイエイ使われないけどね。使いどこもないし。はい、私はこのちょっとゆるっとガウンがメインで、それにやっぱ黒は何でも合うのがいいところだと思うんですが、今年の秋冬の、トレンドの、グレーンチェックのこのセットアップにこの黒を、ちょっとゆるっと羽織ったトレンドコーデです。さあ、では今回の WebCM の見どころを2人に伺いたいと思いますが、野さん、どんなところでしょうか？そうですね、今回は1週間コーディネート、全部プレイブラックでやらせてもらったんですけど、本当それぞれ皆さん多分取り入れやすい、日常にもどんなシーンにも取り入れやすいコーデを、毎日私自身も楽しみながらやらせてもらったので、ぜひなんかこう気分に合わせて月火水木金土日選んでもらえたらいいなって思います。そうですね、大ごそかな感じもありますしね。そうですね、プレスの方もいて、ね、はい、2人でこういう風なことをするのもなかなかないので。ないですね、はい、新鮮です。ぜひこれからもこのキャンペーン盛り上げていただきたいと思います、はい、では最後に一言ずついただきましょう。まずはスカイハイさんから正面に向かってお願いします。はい、いや、思い起こせば友人がアルペンでバイトをしていたことがあったなと思ったんですけど、あそこから始まった関係がまさかね、こんな形で実を結ぶ日が来るとは思ってもなかったです。曲やらせてもらったのもそうですけど、まあ本当に毎日をね、少しでも楽しくするためのもののアイテムが服だったり音楽だったりすると思うので、楽しく1週間過ごしてくださればと、そのお手伝いができればなと思っております。本当ね、ありがとうございます。素敵な関わりをいただいてありがとうございます。ありがとうございました。では宇野さん、お願いします。はい、今回はプレイブラックということで、私自身もやっぱり黒コーデって、今日も私服でも全身気がつけば黒コーデで、あ、やっぱり日常に常に一緒にいてくれる色ってやっぱ黒なんだなって思います。なのでぜひね、そうですね、お店の方に行っていただいて、皆さんの好きなブラックコーデと、あとは実は、こういうブラックコーデってやったことなかったなっていう新しいコーディネートの発見だったりもあると思いますので、ぜひ黒を楽しんで、より日常を華やかにしてほしいなと思います。そして CM もぜひ2人ともの CM を見てもらって、1週間の参考にしてもらえたらいいかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。宇野美沙子さん、スカイハイさんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。